は筑波学院大学の講師でいらっしゃいます樋口博義先生をゲストにお迎えして、日本でのベーシックインカムの実現についてどういった課題があるのかというご講演をいただきます。題してベーシックインカム日本への導入、神の御業か悪魔のささやきかというタイトルで、資料をご用意していただきました。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また先生とは先日内閣府に対して西日本豪雨、被災者の方のベーシックインカム給付について一緒に請願を出しに行きました。先生、ありがとうございました。はい、その時にご同行してくださいました、市民メディアバクロステレビの広報の藤永真希さんも、来ていただいてます。藤永さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。またこの講演の様子はインターネットを通じて、多くの皆さんも見ていただいているんですが、一緒に講演をご覧になった、皆さんの中から、ご質問をいただきまして、樋口先生にベーシックインカムについて、またご講演内容について質問がありましたら、私増山玲奈とそして藤永真希さんがこの場で先生に対して質問をさせていただきたいと思います。まずは先生のご講演よろしくお願いします。筑波学院大学の樋口と申します。今日は、ベーシックインカム日本への導入について、お話しさせていただきます。この報告はですね、6月30日に政府会計学会という学会があるんですが、この第2回年次大会、早稲田大学で行われたんですが、その報告をもとにしております。私はもともと、会計学者なんですが、最近、政府会計といいまして、政府の予算管理ですね、予算管理の問題を研究しております。それでは、報告に入らせていただきます。まず、では、まず今日 AI やロボットの進化によって、30年後には現在ある仕事の 50% 以上がなくなってしまうとよく言われております。今のところ、まだ危機感を持っている人は、少数派だと思います。そんなことはありっこないよというか、実感は湧いてないっていうんですか、そういう方が多いんですね。しかし、AI 化、ロボット化の大きなうねりが押し寄せてきてですね、今までの社会システムは維持できなくなるという指摘が最近されるようになってきました。資本主義は進化変容して、人間は AI と BI によって労働からも解放されるのではないかと考えられております。ちょっと難しいです。もうちょっと、詳しく説明させていただきますとですね、ロボットに労働が奪われれば当然、生計が成り立たなくなりますね。で、消費も減少しますので、経済が混乱してしまいます。経営者、企業家もですね、商品が売れないわけですから、困ることになるわけですね。どんどん企業も倒産するという事態になっていきます。そこでですね、政府による所得の保障というんですか、所得の給付っていうんですか、それが求められることになるわけですね。最終的にはですね、人間労働の大部分はロボットによって取って代わってですね、商品の価格もゼロかゼロに近い価格に下がってしまうということになると思います。生産効率がどんどん上がっていけば、それどんどん商品の価格も下がっていきますからね。そうすると、貨幣経済自体も変化してですね、資本主義はですね、進化していくわけですね。また全く違った世界になっていくんじゃないかと言われております。少しはそれは遠い将来のことかもしれないんですが、じゃあ現実的に見てですね、現実的な問題として、失礼しました。日本は先進国の中で最もひどい格差社会だと言われております。子どもの貧困率は 16.3% で
まあ、6人1人の割合で、まあ、発展途上国並みだということはよく言われる指摘です。また生活保護の支給金額は、まあ、日本は行事しているということはよく政府が言っているんですけど、まあ、その見解とは裏腹に、まあ、補足率というのがあるんですが、まあ、実際生活保護が必要な人の中で請求している人の比率ですね、は2割台だという結果が出ております。また老後の頼みの綱である国民年金の未納率は 40% 以上だといわれます。もちろん、まあ、第1号被保険者対象約1700万人での比率、まあ、この第1号被保険対象者というのは要するにアルバイトとかでですね、あのしてる人とかですね、あの厚生年金に入ってない、まあ、会社に勤めてる人でも、まあ、非正規の社員なんかで厚生年金に入ってあごあの会社に、ね、年金保険料を払ってもらってない人という人ですね、人たちです。自分で払わなきゃならないと、まあ、その中でですね、あの払ってない人が大勢いるわけ、今の時代 40% のわけですね。日本の社会保障システムを根本的に、まあ、見直さなきゃならない時期に来ていると言われております。まあ、先ほど国民年金のことを話しましたけど、まあ、厚生年金もですね、今の水準は維持できないと言われております。まあ、こうした中で、ベーシックインカムというのが注目されております。この報告ではですね、ベーシックインカムのこれまでの議論を整理して、その実現可能性を、特に財源ですね、まあ、一番その実行する場合ですね、ベーシックインカムを実行する場合、その財源というのがすごく重要な問題となってきますので、そこはクリアできない限り、まあ、ただの夢の話になってしまいますので、そこについて検討していこうということになります。次のところはちょっと難しいので、ポイントだけ説明しますが、ベーシックインカム先駆者、まあ、について説明します。まあ、国家が所得を保障するという思想は長い歴史が存在しています。まあ、だいぶ前から言われてはいるんですね。これ、まあ、500年以上前ですね、そこから言われています。例えばトマス・モアという、学者がいるんですが、まあ、最初にベーシックインカムがある社会を描いたのはトマス・モアで、まあ、著者のユートピアという、著書ですね。国家が国民生活的に最低限の所得を支給する説明があります。まあまあ、ユートピアっていうのは今、まあ、ユートピアっていう言葉がありますけど、その語源となっています。まあまあ、ベーシックインカムを実現した社会を実はユートピアと言われる、まあ、社会なので、そこから来てるわけですね。次に、もう19世紀に、行くんですが、ジョン・スチュアート・ミルという、まあ、経済学者がですね、提唱しております。まあ、全ての人々に最低数字の所得を支給することによって貧困問題を解決することを提唱しております。まあ、政府の 再分配機能によって斬新的な、社会改革を行うとしております。さらに最近のですね、学者ではですね、ミルトン・フリードマンという有名なノーベル経済学賞をもらったですね、経済学者がいるんですが、この方は新自由主義の考え方に至って、ベーシックインカムを主張しております。まあ、ベーシックインカムの中でも負の所得税という概念でそれを言っているわけですが、まあ、それによってですね、まあ、所得の低い人には政府から負の所得税、まあ、所得を要するに給付するということですね、制度を提唱しているわけですね。まあ、細かいところはちょっと省略しますが、まあ、また今の、貨幣価値で、約1万ドル、まあ、4人家族で約1万ドルを支給するということを提唱しておりました。まあ、実際にですね、ニクソン、フォード、カーターの3代の大統領が提案しております。
ですけど、まあ最終的にはですね、やはり、棄却されました。でも、まあアメリカ以外にもですね、アメリカで議論が起こったってこと、まあ、10年間近く以上ですか、行われたってことは、注目するってことだと思います。でも実はですね、結構アメリカでもベーシックインカムの議論が、まあ、盛んなわけですね。これは後で説明します。それでは次にですね、日本における、まあ、最近ですね、日本におけるベーシックインカムの主張についてまとめさせていただきます。 BI を初提言する論者の分離として新自由主義の立場と福祉型と言われる立場の2つの大きく分けますと2つの説があります。まあ、新自由主義というのは福祉予算を削減し、まあ、行政コストを削減するために BI を実行、 BI に移行するというんですか、考え方ですね。まあ、先ほどの、フリードマンもその考え方に立っているんですが、もう一つは福祉型と言われる立場ですね。現行の社会保障をさらに充実させる立場で BI、ベーシックインカムを導入していこうという立場です。まあ、私なんかもそういう立場に立っているんですが、まあ、現在はですね、最近 BI を 提言している論者はですね、福祉給付の大半は認めていると言われています。まあ、それではですね、実際にベーシックインカムは実現可能かということについて説明させていただきます。まず財源必要額ですね、まず実施案の1というところを、ね、今このパワーポイントの資料に映っておりますが、まあ、原田先生という方がですね、まあ、実施案1は提唱された案でですね、まあ、財務省の研究所の先生だった方で、国民大人20歳以上で、ね、1人毎月7万円、まあ、年にしますと84万円となりますね。子供20歳未満1人毎月3万円、まあ、年に直します36万円ですね、支給した場合ですね、まあ、まあ、細かい計算は、まあ、省略しまして、約96兆円必要となってきます。実施案の2っていうのは、私が、まあ、計算したんですが、国民1人毎月7万円、まあ、年84万円という、まあ、国民っていうのは全、若ちゃんからお年寄りの全員ですね、が対象としている場合ですね。まあ、約110兆円の予算が必要となってきます。まあ、私は当初は財源実現困難でも支給金額すれば、まあ将来的には2案、まあ、最低でも2案は望ましいと考えております。そこでですね、まあ、日本の一般会計っていうのは大体どのくらいかというと約100兆円なんですね。で、2018年度は確か98兆円弱だったと思います。97兆いくらいくらぐらいですね。だからまあそんなの無理ではないかということに、ね、よく言われます。まあ、一般会計の方に特別会計があるんですが、まあ、それについては後で説明します。しかしここで所得控除を考える必要が出てきます。まあ、ここは難しいんですけど、まあ、税法の考え方が入ってくるんですが、BI の支給額までは課税されることはないんですね。まあ、所得税控除額、まあ、私の考えではですね、まあ、基礎控除って今でもあるんですが、まあ それと同じですね、ようにします。その基準を超える分については、これまでのように、まあ、もちろん税金課税されるわけですね。まあ、それによります、すなわち、中所得者、高所得者に対しては BI を支給しても、税収としてまあ国に戻ってくるわけですね。BI の基準を超える所得に、まあ、30% の所得税を課税すれば現状の税収を確保できるんじゃないかと言われております。要するに、まあ単身だと84万4人家族と
あ、300、そうですね、失礼しました。あ、430何万ですね、すいません。現在、平成24年の雇用者報酬、要するに雇用者というのはですね、雇われている人ですので、と、要するにサラリーマンですね、と自営業者の混合所得、まあ、中小企業なんかの人たちの所得を合わせると257.5兆円となります。それに 30% かけると 77.3 兆円の税収が得られます。まあ、財政的に考えると、BI に必要な金額を110兆円とすると110兆マイナス 77.3 兆円イコール 32.7 兆円がさらにそれに現在のですね所得税収入 13.9 兆円を足した 46.6 兆円が 実質的に必要となる予算額になります。現在の所得税収入というのは、まあ、その辺は何で必要かというとですね、そのベーシックインカムだけ、税収を全部ベーシックインカムだけに使うが使ってしまっては、普段の生活、まあ、教育とか、まあ、警察、消防、防衛とかですね、そういうふうに予算は回らないわけですから、それに、やっぱそういうものが必要になってきますので、今必要な税収ももちろんプラスしますということなんですね。それでは、ですね、足りない財源をどう調達するかという次の問題になります。現在ある社会保障費の現金給付の一部を統合して、まあ、削減するということは、よく言われていることです。だけど、まあ、もちろん重複する部分、ですね、社会保障は削減しないと先ほど申しましたが、重複する部分も出てくるんですね。まあ、例えばですね、基礎年金ですね、基礎年金で、まあ、厚生年金ではありません。先に言った基礎年金とは国民年金 の掛け金と払っているのが 16.6 兆円、子ども手当が 1.8 兆円、雇用保険が 1.5 兆円、計 19.9 兆円、まあ、20兆円ですが削減は可能だと言われております。まあ、生活保護費 3.7 兆円、も全額は必要ないと考えられております。もちろんですね、まあ、障害者の方とか特別に加算されている部分もありますので、そういう方は制度はまあ残していきたいと思うんですが、詳しいところはまた後で説明します。まあ、いずれにしても23兆円近くが不足します。まあ、ある程度、まあ、重複する部分ですね、今の社会保障とベーシックインカムで、まあ、重複する部分を削減するとしてですね、23兆円近くが不足しています。まず特別会計というのがあるんですが、一般会計では別に約150兆円以上あると言われています。一部から調達するという案、もう一つに、まあ、先ほどの話の所得税をですね、先ほど 30% で計算しています。それを 40% まあ1弱に、まあ、引き上げると、まあまあそう、まあ、実際このレベルは今ヨーロッパの福祉国家ではまあ珍しくない水準なんですね。次、もう一つ3番目に所得税を現行利 11% 強引き上げる。所得税 1% 分は2兆円ですから、それに11をかければ22ですよね。まあ、22じゃ足らないですけど、まあ、大体強 11% 強程度引き上げると。またはですね、まあ、貯蓄税、まあ、これは、まあ、過小ですけどね、まあ、申請する。新たに税金を申請する。日本の個人の総金融資産額はまあ約1800兆円あると言われています。年 1% で18兆円、1.5% は27兆円もの税収が得られるんですね。まあ、その約1800兆円というのは、日銀調査統計局、日銀の、そうですね。統計局の数字から出ております。まあ、ですけど、金利も今安いですから、そうしたらみんなタンス預金してしまうんじゃないかって、まあ、批判はもちろんございます。もう一つ、すみません、5番目、政府紙幣を発行すると。
中央銀行とは別に政府資金を発行するんですね。最近では麻生内閣時に財務省の高橋雄一氏が提案したことがあります。まあ、もちろん企画されています。政府資金とは政府の信用担保として資金を作り使用、まあ、使用するんですね。第二次大戦当時にですね、まあ、軍票というのがですね、発行したことがあります。しかし恒常的な財源として成功した例は少ないですね。シンガポール、外国では、まあ、シンガポールではですね、まあ、政庁と中央銀行が兼ねてるというか同じ、まあ、兼ねてるためにですね、政府紙幣の発行をしています。6番目、通貨発行差益による方法。まあ、この辺は難しいんですけど、通貨発行益というのがあります。まあ、貨幣の額面と発行コストの差額ですね。まあの財源として BI を実施するというね。はい、長期国債発行してそれを中央銀行に引き受けさせて通貨を供給します。まあ、インフレ率が高騰し、まあ、経済社会が混乱するという指摘もあります。しかし、まあ桂木先生によればですね、現行通貨量の範囲内で行う限りは可能であって、まあ、東日本大震災時にはすでに実施した実績があるという意見もございます。まあ、通貨発行再起というのは、ですね、実際1万円札作るのに、ね、作るのにですね、実際その作るコストって1万円じゃないんですね。まあ、5% とか、まあ、すごいわずかなお金、それ以外はね、政府の財源になるんですね。実際になってるわけです。まあ、それを使って、を財源とするってことですね。そう、まあ、いろいろ、まあ、方法を見てきたんですが、うん、まあ、実際予算を巨額に主張としたり、まあ、金融システムの大きな変更にはまあ反対も多く、説得するにはかなりの時間を要すると思います。それはまあ事実、それは事実なんですね。まあ、結構反対しておられる学者とか政治家も多いと思います。それでベーシックインカムなんてそんなの、まあ、そんなので、うん、不可能だっていうんですか。実際多い、そういう方も多いです。そこで私は暫定的に、限定的な、まあ、条件付きと言いますけど、ベーシックインカム導入はまず検討していきたいと思います。負の所得税、先ほどフリードマン出てきましたに近いんですが、その後社会的な合意に段階的にそのベーシックインカム支給対象ですか、うん、を拡大していくという考え方はどうだろうと思っております。例えば、所得国100万以下の国民、まあ、子どもを除いて、まあ、約300万人強の労働者がいると言われております。に毎月1人7万円、年84万円支給した場合、どうなるかというと、単純に計算して、まあ、総額2兆5000億円程度で、まあ、実現できます。まあ、消費税 1% 強分の予算ですね。で、まあ、貧困を日本から撲滅できる。まあ、この場合ですね、現行の社会保障はとりあえずですね、すべて存続させるのが前提です。まあ、あの、社会保障を全部残すということですね。これを実行すれば、まあ、長期失業者とか、国民年金一部未納者、まあ、高齢者で、まあ、年金を全くもらえない人も救済できます。まあ、試案のその次なんですが、まあ、条件付きで限定された形でありますけど、自治体単位で導入するという方法があります。まあ、実際に岩手県遠野市ですでに起業家を対象に実施されております。次の例はその総務省の地域おこし協力隊、まあ、地方創生っていうんですか、予算がありましてですね、それで実施しているという例ですね。選ばれた起業家は、まあ、実際に、まあ、事業を起こしたり、お店を開いたりする人ですね。起業家、遠野市に拠点を移すことで、3年間の条件付きベーシックインカムが支給されます。まあ、月額約17万円の最低生活保障ですね、が支給されるというものです。それに、平成28年は9件、
採用されております。まあ、その後、29年度では13件になって、さらにですね、10都市、平成、19年度までにはですね、10件拡大すると、10件って言いますか、失礼しました。そこに、ですね、遠野市でその導入した時ですね、それには、経営コンサルタント会社がですね、絡んでおりまして、そこの、代表者の話では、全部で10都市、失礼しました、10都市ですね、遠野だけじゃなくて、全国で10都市に拡大していく。行きたいと言っております。まあ、遠野市の事例はですね、総務省の地域おつ協力隊の予算枠、1人当たり年間400万円を使用しております。まあ、3年間という期限がありますが、日本において所得保障、まあ、これについてはいろいろ議論が分かれるんですが、まあ、ベーシックインカムではないという人もいるかもしれないんですが、所得保障が行われた、まあ、画期的な先例だと思います。まあ、外国では、まあ、自治体単位では、まあ、いろんなところで実験されております。オランダのユトレヒトですね、とか、アメリカ・オークランド市、あるいは最近、ではもうすでに実施されています。と国民投票で、否決されたんですが、スイスのチューリヒ州ライナウラというその自治体ではですね、来年度、2019年1月から12月まで村全体で導入される予定が、計画があります。まあ、実験段階として考えられますけど、自治体単位での実施も結構多いわけですね。まあ、災害被害者の救済のためものも含めてですね、地域に限定した施策を拡大して、BI のメリットを浸透させるのも、まあ、実現可能な方法ではない。まあ、すでに実施されていますので、それを拡大していけばいいわけですから、まあ、かなり現実的だと思います。で、まあ、終わりになりますが、私は BI、ベーシックインカム導入は、まあ、条件付き BI、まあ、ベーシックインカムを段階的に実施して、ね、拡大していくのが一番現実的なやり方と考えております。まあ、金融システムの変更とかですね、いや社会の合意に、まあ、時間を、まあ、要することになる、まあ、目に見えています。ベーシックインカムの日本への導入は地方自治体への導入を含めると始まったばかりです。まあ、地域さんや国全体へ導入していくには、まあ、政治家の先生方はもちろんのこと、何よりも市民の関心、合意が必要なことです。まあ、皆さんがですね、市民の皆さんがまあ賛成すれば、まあ、明日でもと言わないんですけど、まあまあ、年内になって成立しなくはないですよね。今後、賛成派、反対派、どちらともですね、実施計画について議論を深め、議論を政治化するとともに、実践の方法を、まあ、実践の方策、方法を考えていきたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございます。はい、先生、ご講演ありがとうございました。ベーシックインカムが決してその机上の空論ではなくて、実際に財務省の中におられる方からも案の提案がすでにあったということですとか、ネクストコモンズという株式会社で、岩手県遠野市をはじめこれから全国の10地域でパイロット実験、小規模の実験が移住者に対してとか新しく起業される方に対して具体的にもう進んでいるというような話を聞きしまして、大変勉強になりました。私から質問なんですけれども、はい、原田さんという、はい、財務省の原田さんという方が提案した案についてお話しされてたと思うんですけれども、はい、はい、これは具体的に財務省の中の、どのポジションの方が、どこに提案したもの でもう一度、月額いくらをどの人たちを対象に、検討されていたのかということを改めて教えていただけないでしょうか。はい、
倉田さんという方はですね、財務省の研究所がありまして、そこの、まあ、研究院っていう方だったんですね。今は、ちょっと名前忘れましたが、やっぱり大学教授をされているという、聞いております。2015年でしたか。はい。それもあくまでも試案だと思いますが、まあ、財務省としての案というのは、試案として著書を書かれたんですね。そこに出ていますけど、参考文献を。その中で指摘されている、まあ、財務省として練ったというわけではないと思いますが、ベーシックインカムというのは中高新書ですね、まとめられたんですけれども、まあ、一つ一つ試案だと思います。それでその対象者というのは、まあ、全員ですね、国民全員なんですが、大人と子どもと金額を分けておりまして、大人の場合は、まあ、10歳以上ですね、毎月7万円で年84万円ということになっております。で、子どもの場合、10歳未満の場合は1人毎月3万円で、まあ、年36万円、まあ、要するに子ども手当みたいな感覚なんですかね、3万円というのは。そういう感じで支給するということを提唱しております。なるほど、ありがとうございます。マキさんの方からは何か、ご感想やご意見ありますでしょうか。じゃあ、ですね、ちょっと先日先生の勉強会が あった日、8月の3日にレナさんと一緒に内閣府の方へ私の仲間たちですね、マクロス の, まあ、プロデューサーですとか連合会会長とか、あと日本母親連盟の代表とか、あと市民メディアの、まあ、栃木の代表とかと、まあ、ご一緒させていただいて行ってきたんですけれども、そもそもじゃあ市民のというか主婦 のちょっと目線でいきなりベーシックインカムがっていうのはちょっとやっぱり上の方の話であって、なかなかお母さんたちはなんかピンときてなかったりとか、ちょっとよくわからないのがあるんですが、ちょっとね、レナさんのなんかと私の中ではちょっと重複しちゃうんですけども、このベーシックインカムの例えばその財源というか、そういうのを決めるのはやっぱり財務省なんですか。なんかちょっと違ってたんですよね。まあ、予算決まって予算を配分するのは財務省が担当 なんですが、こういう大掛かりな、まあ、社会システムの変革っていうか社会全体を変革するっていう感じになります。だいぶまあ大きな仕事になりますので、実際はやっぱり、最終的には、国会とか、ね、でき、まあ、チケットすることになると思うんですよね。まあ、財務省というレベルの話じゃなくて、国民全体となりますと、やっぱりそうですね、内閣、国会、内閣、国会がチケットするだと思いますことになると思います。そう簡単に、それも、まあ、それ以前にやっぱ国民の ご本意っていうんですかね。やっぱりスイスなんか国民投票で決める、まあ、決めかけていますけど、まあ、そういうような国民ことにもなる可能性はないと言えないですね。はい、私からももう一つ質問があるんですけれども、岩手県の遠野市などベーシックインカムの、小規模な、実業家の方への、給付を始めた自治体で何らかの答えというか、それによって自治体全体が、観光客が増えたとか、こう何かポジティブな結果になったとか、何かそういったことってもう発表されてるんでしょうか。あ、すみません、最新の、ですね、遠野市と担当者とかはですね、やり取りをやっておりまして、広報誌が、定期的に送られてくるんですが、それによりますと、やっぱり町に、それは企業、それは企業家の、まあ、企業家というか、投資の視点になると思うんですが、町全体の活気が出てきてですね、地域創生というか、活性化、地域の活性化という視点になりますけど、そういうメリットはあると言われています。あと、企業家の、実際に移住されて企業家の方も安定した収入を得られて、なんですか、その、やりたいことができるっていうんですか、そういうことをインタビュー、
広報誌の中ですが、ね、の中で、まあ、インタビューがあって、まあ、紹介されてます。非常に異性のあと、実際その事業移住されて事業起業されて事業を起こしているからですね。で、まあ、プラスメリットはかなり大きいと思います。このリストを見ますと、ビールであったり、そのお酒であったり、発酵食品であったり、地元の産業を生かしたお店であったり、のグローバル化によって大きな企業のもとに地元経済が潰されてくる流れが今まで経済発展の先に見えかけていたんですけれども、そうではないこう地元を大切にするような企業の方がこのベーシックインカムの地域実験にまず参加されているのを見まして、すごく興味を持ちました。私も始まりの日、ベーシックインカム元年という映画を作りまして、日本でもしベーシックインカム給付が始まったら何が起こるかなっていうことをドラマで表現して、ドキュメンタリーでちょっとその内容に添える形の作品なんですけど、その中でも地域の酪農家の方や養鶏家の方とつながって地域産業のレストランを作るっていうエピソードがあるんですが、あ、なんか現実と同じだなと思ってびっくりしました。あと、ね、質問来てるんで、はい、ちょっと読み上げますね。はい、稲毛さんからの質問で、はい、ベーシックインカムが導入されるとやはり社会保障は全てなくすということになるのでしょうかっていうことと、あともう一つがベーシックインカムを実現するにはどういう政府や国の在り方が必要になると思いますか。この2つの質問について。いい質問ですね。ぜひお願いします。お願いします。ですね、先ほども、説明しましたけど、まあ、ベーシックインカムには、まあ、一応大きく分けると2つの立場がありまして、まあ、新自由主義というのと、まあ、福祉重視型という福祉型といわれる2つの考え方の方がおりまして、まあ、なかなか難しいんですね。ひとまとまりになってないところがありまして、まあ、その例えば、まあ、ホリエモンさんとかですね、維新の会とかは、まあ、どっちかといえば新自由主義の立場に立っていると思うので、まあ、そういう方も自民党の先生方もそうですけど結構多いと思うんですね。ですけど、まあ、そうじゃないっていうか、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、福祉も同時に、まあ、福祉を残して病識委員会を導入するっていう考え方も今かなり、まあ、ベーシックインカムの理論家の間では、まあ、一般的というかかなり、一般的です。それでもちろん先ほど説明しましたけど、重複する部分とかはもちろん、例えば、ですね、まあ、基礎年金ですよね、国民年金の部分ですけども、支給してベーシックインカムを支給するというのはちょっとそれは難しいと思うんですね。でまあ、基礎年金とベーシックインカム大体同じ、まあ、実際国民基礎年金は平均7万円ぐらいだと思いますけど、その部分についてはまあ別に削減してもそれほど大きな支障はないと思うんですよね。あとまあ長期、失業してもですね、まあ、少額ですが収入が得られますので失業保険とかも、まあ、重複していると私はそう思っています。ですけど、まあ、高齢者とかしかし、ね、その現金給付されている部分でも、まあ、高齢者とか障害者とか慢性病患者の方とか高額医療保障などですね、ベーシックインカムの金額がとても補えないというか部分もあるんですね。プラスされている部分というんですか、それは、まあ、私の考えではもちろん残していきたいと思う、残すべきだと思ってますね。それで今以上の、まあ、福祉ですか、福祉にしたいというのは私の、まあ、個人的な考え方です。まあ、またですね、生活保護ではね、まあ、住宅手当って何ていうんですかね、まあ、みたいなのが出てるんですね、まあ、というのはいわゆるそういう住居保障ですが、まあ、それもですね、ベーシックインカムハウスというんですか、そういう制度もやっぱり考えていかなきゃならない、同時に考えていくべきだと思っております。
これくらいですかね。あのもう一つ質問があるんですけれども、今先生がおっしゃった今ある、福祉制度をとベーシックインカムが重なる部分があるよと、例えば失業者保険、あの失業手当であったり、あとの先生が提案されている中でも、いや原田さんが言われている中で、子ども手当のような形で子どもと大人と金額を変えるとかいうことをおっしゃってたじゃないですか。でそう考えると今、それは厚生労働省の管轄になるんですかね、はい、その今ある制度を膨らます形での日本でのベーシックインカム設立っていうことが現実的だと思うんですけれども、この間内閣府に請願に行った時に、打ち当たった壁がこう縦割りになってて、でどの、省庁も新しいことを自分一人では決められないんで、内閣府さん行ってくださいって話になって、本当は今ある厚生労働省の中の制度のどこの部分を膨らませたら日本型ベーシックインカムできるのか否かとか、いうことを話し合う場所が必要だと思うんですが、それがなかなかハードルが高いというか、先生が考えるビジョンで今どの省庁が担当している子ども手当や失業保険や他にもこの制度が近いなっていうもの、そしてそれを管轄している省庁がどこなのか、またどこの省庁とどこの省庁が具体的なこう議論を始められたら日本での実現が近づくのかなという、そのビジョンをビジョンというか、どこの省庁とどこの省庁が相談すれば今ある福祉制度をこうの、こう網の目からこぼれてる人がいるのかいないのか、でその投資している、金額がちゃんと社会全体が良くなることにつながってるのか、でどこの予算が足りないのか足りすぎてるのかとか、なんかそういうことをこう話し合う場っていうのは今まであったんでしょうか。で今後作るとしたらどの省庁とどの省庁の誰が話し合えばいいんでしょうか。まあ大変難しい、それができたらなかなか苦労じゃないっていう質問ですけど、まあですね、やっぱり一つには、国民と、あと省庁というよりもやっぱ政治家、内閣総理大臣とか、まあ、そのレベルになって、まあ、一番偉い人がやっぱり意思決定、まあ、諸外国で、うまく実行はまあなってるのは、やっぱりアメリカでも、大統領ですよね、ジョンソン、ニクソン、カーター大統領、塚その辺あたりでやっと全国レベルの議論になっておりますので、まあ、日本だったらやっぱり内閣総理大臣とか、まあがまあ、政治家がリーダーシップを取らないとですね、内閣で絶対それを推進するっていうか、そういう考え方があって、そういう物資、まあ、ベーシックインカムを実現するようなその、社会保障改革省庁ですか、そういうのを作らない限り、なかなか、まあ、やっぱり縦割りで行政、まあ、あまり大きな声で言えないですけど、まあ、行政は縦割り行政ですので、やっぱりそれを横断的な、やっぱりそういう社会改革をするその省庁できない限り、ベーシックインカムの実現はなかなか難しいと思いますね。やっぱり上の方の方のリーダーシップないだと思います、最終的にはですね。そこまでいったには、人でも国民がみんな要望しないと、なかなか政治家も動けないでしょうから。そういうな模様というか、形成というんですか、そのがやっぱりそれないとなかなか、難しいところ、一番前にこれから考えなきゃならないところですね。先生、今、エナさんのお話の前にちょっと先生が言った言葉で、ちょっと私も何年か前から私の知り合いがそれにちょっと取り組んでて、同じようなニュアンスなのかなと思ったちょっと言葉があったので、生活保護とか障害年金、障害があって、保障をいただいている人なんか、今すごくでも
下げられていますよね、金額も。で、まあ、その中にはこう家賃の、まあ、家賃というか、まあ、そういう人たちも住む、まあ、マンションとか、ね、アパートとかも決められていて、もうそこに入居して、まあ、もう本当にその地域で管理されているというか、まあ、ちょっとそういう状態になってますけれども、まあ、そういうところに、まあ、ちょっとその、まあ、家を貸してる、うんぬんってありましたけど、要はそのさっき先生が言ったように、ベーシックインカムハウスというか、日本はやっぱ空き家になっている物件とかもすごく多いですし、海外なんかだと、まあ、例えばそういう働けなくなった人とか、ホームレスとか、まあまあ、ホームレスもいろんな事情があってホームレスになるじゃないですか。例えばその薬物中毒とかアルコール中毒とかそういったことで、まあ、路上生活まで転落してしまう人なんかもいるんですけど、ハウジングファーストっていう考え方があるんですよね。要はその無条件でまず住む家を与えるっていう考え方なんですよ。そうすることによってその人たちがこう自分の住処ができるので、立ち直るきっかけが与えられるのとちょっと等しくなるというか、大体そういうお家を与えられた人っていうのは、まあ一般的にはね、またそこでどうせドラッグでもやるんじゃないのとか、なんか思われがちなんですけど、割と住所がまあ決まるっていうこともあるし、仕事にもつきやすくなるし、立ち直るきっかけになる人がすごく多くいるんですよね。なんかそういう空き家利用とかね、だからそのベーシックインカムハウス、そのお金の支給ももちろんなんだけど、なんかちょっとそういうのもあるといいなっていうふうにちょっと思ったんですけど、うん、はい、そうですね、やっぱり、まあ、住む場所があるのは基本ですから、逃げれば仕事を見つかりますので、住民票が置けなければやっぱり何もできないんですよね、うん、やっぱりそういうところに、まあ、ベーシックインカムとは別になるかもしれないですけど、そういう住宅住居手当というのは政府の保障ですよね。うん、まあ、日本は空き家だらけですし、公営住宅なんかは、まあ、ものすごく空き家が出ているという話と、まあ、都内でもたくさんあるという話が聞いておりますので、そういうところに政府が、まあ、補正の1万円の補助を出してですね、そういう利用していけば、まあ、それ、うん、そうですね、そういうホームレスとか、そういう路上生活者ですか、問題を解決する。できんじゃないかと思ってますね。あ、じゃあ質問、私か。仮にね、ベーシックインカムが導入された場合、今ギャンブルで依存になっちゃってる人たちってのはどういうふうに考えればいいのかっていう問題なんですけど、結局、まあ、パチンコとかにどんどんつぎ込んじゃって逆に効果がないとかいう気がしてしょうがないんで、それ以前のなんか対策っていうのを講じるべきじゃないかと思いますけど、それについてはどういう考えありますか。そうですね、まあベーシックインカムを導入すると、それで遊んでも働かなくなるっていう人が増えるという人も結構多いんですね、うん、確かにそういう意見もあるんですが、過去の実感実験では、過去の200年間の実験では、少なくそういう方もいるんですけど、まあ、増えたって、以前に増えたっていうことは、証明されて、実証されてないんですね。まあ、100人のうち2、3人はそういう方が、まあ、いるっていうそのデータはあるんですが、ベーシックインカムの人たちが増えたってことは、ない、まあ、言われてないですね。よく言われることなんですけど、だからまあそれはそれでやっぱり、なんか治療を受けたりする必要があるので、それはまたちょっと、まあ、私の場合は、まあ、無意識化をどういう社会でもそういう方はやっぱり出てきますので、別にまだ考えている人はもちろん何も対策が必要ないってことはないですけど、必ずしも無意識化だけの問題ではないと思います。はい、ありがとうございます。まあ、一応私の友達でホッピー神山さんってミュージシャンの方もご一緒なさってるんですけど。私の友達です。あ、本当に、はい、それはいいですね。まあ、ミュージシャンにとってね、ライブ活動以外に収入の源っていうか、それだけでやってる人たちっていうのはないわけで、こういうベーシックインカムがね導入されることですごく助かるっていうことじゃないかと思うんですね。まあ、増山さんの場合もそれは同じですけどね。
厳しいですね、いつも、うん、いろいろ活動を、そう、アーティストにとっても、うん、日本は本当は、文化とかって国の力を、示すのにも重要だし、もうちょっと支援してほしいなと思うんですけど、いつもなかなか苦しい中やってるんで、で日本の中で一流な映画の編集やっておられる方が年収200万以下とかざらに聞くんですけれども、である程度有名な映画監督さんも映画作るのにお金がかかるんで、まあ、収入ベースでいうと本当に厳しかったり、家賃を払えるか払えないかギリギリだったりという話は周りでたくさん聞くので、日本もぜひベーシックインカムを作って安心して、物も作れて暮らせる社会作ってほしいなという思いがあります。で、財源の問題もあるんですけれども、今ある落ちちゃった、はい、今ある空き家とかそういったものを活用しながらこう議論を重ねて、どうしたらより、スムーズに作れるのかとか思います。あと家族がいない人、私の周りでもすごく増えてます。独身女性男性ともに増えてますし、お一人で高齢を迎えていく世代がどんどん増えてる中で、今まで家族に、負担していた福祉というかその介護だったり、そういったことをある程度こう国が保障するっていう形に変えていかないともうなりたくないだろうという気がしてまして、多かれ少なかれベーシックインカムという名前がつくかどうかわからないにしても、一人で暮らしていく人たちも安心して暮らせられる社会設計が必要になってくるなと思ってます。ちょっともうそろそろまとめのコメントでと思うんですけれども、じゃあ先生からお願いします。はい、今日はどうも、ありがとうございました。いろいろ、視聴者の方からですね、いろいろ、質問があってですね、勉強になりました。まだベーシックインカムはですね、まあ、研究というか実践でもそうですけど、研究の方も途中の学問ですので、私はもう、いろいろな方から意見を聞きながらですね、それから日本で一番最もいい方法というんですか、方策を考えていきたいと思います。じゃあまとめと言いながら最後もう一度聞きたいと思ったんですが、先生が考えるベーシックインカムの、条件付きからスタートするとおっしゃってましたけど、もう一度、先生が考えるベーシックインカム の最初の形っていうのをもう一度教えていただけないでしょうか。そうですね、まあ、今実際に、まあ導入されてるっていうのはまず遠野市ですのを含めた、まあ、いくつかの、地域で、まあ、導入されつつあるっていうんですか、まあ、起業家、その移住される、まあ、起業家、事業を起こされる方向けの、まあ、ベーシックインカムはもちろんですけど、まあ、どんどん広げていってですね、まあというのは実際ベーシックインカムといっても、まあ、どんなものだか分か、みんなさっぱり分からない方が多いと思いますので、身近なところで実行されていればそれが、全然異質な存在じゃないんだなということがまず知られてきますし、そしたらまあ地域、次はですね、やっぱり地域単位で、まあ、自治体という形でもうその、地域全体の住民ですからに行き渡った、その場合でもまあ最初はまあ所得制限付きでまあ何百円、まあ、200万以下とか300万以下とかですね、まあ、そういう方にまあ導入していくと、さらに、まあ、国民全体の合意が得られたら、まあ、国全体でのベーシックインカムというんですか、まあ、ユニバーサルベーシックインカムとか呼ばれてるみたいですけど、に発展していければと思っております。所得制限をつけて、まずはその年収以下の方に対して給付を行っていくという案なんでしょうか。あ、そうですね、はい、それしかない。やっぱり誰でもやっぱり、まあ、ベーシックインカムってまだ、ね、実際結果どうなるかっていうか、それをどんどん続けられる、まあ、国全体でですね継続できるかどうか、それは、まあ、まだ
確定な部分も多いわけですね。だから部分的にその導入して、まあ、いろいろ、検証しながらやっていくのがやっぱ無難だと思いますね。ありがとうございました。では牧さん、最後のコメントをお願いいたします。はい、そうですね、私はもう本当さっきレナさんが言ったように独身一人身で今後も生きていくことになると思うので、まあ、今は実は日中はこうなりわいというかサラリーマンをやっているので、まあ、一応収入はあるんですけれども、それがなければやっぱりライフワークにしている例えばそのマクロスの広報だったりとか薬物依存の人たちのケアとか啓蒙活動とか、まあ、勉強会とかそういうのをやっぱりやったりするんですけど、まあ、そういう活動はできないんですね。もう収入を得ながらじゃないとやっぱりできないので、うん、やっぱりこういうベーシックインカム制度とかがあればもう本当はあとはその家ですよね、やっぱり住むところ、そのベーシックインカムハウス、なんかこの考えがあればもう本当に私なんだろう、月々そんな数万円くらいで生きていけるのになってすごい思うんですけど、はい、なんか、まあ、将来に向けてやっぱりちょっと本当にこれから年金とかもすごく不安だし、まあ、その今ね、障害年金とかもすごく額も減ってるし、もう本当にね、私も定年になったらこの先どうなるんだろうとかそういったこともすごく考えるので、まあ、こういう考え方をね、日本国まだまだ全然知らない人が多いと思うので、ベーシックインカムっていう制度があること自体も、うん、なので、まあ、この前は被災地の方に限定してベーシックインカム制度を導入できないかということで内閣府の方にレナさんとは行きましたけど、まあ、いろいろと今後ちょっとこういう考え方の広げ方みたいなものもなんかちょっと考えていけたらいいのかなと思いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ネットからご質問いただいた皆さん、そして藤沼が牧さん、バクロステレビの皆さん、樋口先生本当にありがとうございました。9月の8日に、練馬のココネリっていうところで18時半から、増山玲奈監督の始まりの日ベーシックインカム元年映画の上映会を予定してます。500円ですよね、資料代500円でやります。ぜひこの映画皆さんに活用していただいて、今後どう考えても破綻するんですよ。年金を先生がおっしゃったみたいにフリーの方、こう企業の正社員じゃないワーカーの方は半分以上年金を払えてない状況があったり、独身者の方が増えていたり、今まで当たり前だと思ってた昭和の日本はもうないっていうことを、もう平成も終わりますしね、直面してこれからの、社会づくりを考えていくのに、自分で言うのもなんですが、なかなか使えるアイテムの映画を作りましたので、ぜひ9月8日練馬のココネリ皆さん来ていただけたらと思います。あと宣伝ですけどこれ、はい、T シャツを作りました。私のベーシックインカムになるかもしれないななんて思って、救助をテーマにして世界各国で戦争放棄っていう言葉が、いろんな国の言語で書かれているアーティクル9 T シャツを作りました。1枚3500円で各色各サイズ取り揃えてますので、増山玲奈の方までご注文メールをいただけましたら、制作してお送りします。今日は皆さん、講演を聞いていただきまして本当にありがとうございました。以上、西日本豪雨災害被災者にベーシックインカムの支給を求める市民ネットワーク全国から、本日集まりまして、私世話人増山と申します。皆さんと一緒に私させていただきます。もし日本にベーシックインカムが誕生したら、 AI 人工知能の導入によって今後5割以上の仕事が失われると言われています。すいません、
40歳を過ぎた女の子は減額制度っていうのを取り入れさせてもらってるのね。思春期になる大切な時期だろ。もうちょっと愛車ちゃんと一緒にいてあげろよ。あなたはもういらないんです。日本の中だけを見て世界のダイナミックな潮流を見逃していた。